今日はちょっと照明をつけてみようと思って、なんか配信用ライトみたいなのすごい久しぶりに使った。でもね、いい感じにさ、明るくない？もうちょっと弱めるか。あ、逆だ逆だ。あ、これが最低の明るさ。ああ、こんばんは。今日は早めの時間の配信。最近に比べたら。え、めっちゃいい。やっぱ照明あるといいね。明るいですね。いい感じ。めっちゃ鼻息荒くない？鼻息荒くない私。あ、見て、キラキラつけてます。今日写真撮るために超軽いメイクしました。せっかくメイクしてるしと思って、この時間に配信してます。私さ、昨日も一昨日も配信したかったけどできなかったんだよ。めっちゃする気満々でいたけどできなかった。間に合わなかった。あさってですね、ようやく。なんかいつもと顔違く見えない？メイク？なんだろう。あ、照明の鍵か。解決。照明の鍵か。照明の力すごくない？ちょっと一回消してみましょうか、これ。ちょっと試して。普段の明るさ。あ、でも。別にこれでもね、普通にいいけど。うわぁ、全然違うね。やっぱ明かりって大切だなって思いますね。白く見える、なんか顔が。え、ある方法がいいよね、やっぱり。すごい。こんばんは。7時だからお仕事終わったよって方も多いから。金曜日ですよね、しかも今日。お疲れ、ひとます。お疲れ様です。声、え、声めっちゃ声治ってない？ってか、え、そう。あ、今日の朝とか、あ、今日の朝どうだったか分かんない。昨日もしっかり鼻声だったんですよ。ずっと治ってなくて、え、鼻声かな今も。あ、え、でも割と治った。昨日一昨日は全然治ってなくて、まだ鼻声だったんですよ。割と治ったかも。普通？え？わかんないね、自分の声って。あ。この前よりは割とマシになったかも。こんな治んないもんだねと思いました。
なんだろう、年20代になったからもしそういうことかな。あと、ね、季節の変わり目は気をつけないとです。うん、声変わり、今になって声変わりか。いや、そうかもしれない。いい声になるかもしれない。高尾山登ったの人生初。高尾山とはって感じだったんですけどそれくらいのあれだったけど、でもね、ずっと前から高尾山登りたいねって話してて、ミサーとかつとかいつだっけな、あれちょっと前に行きました、一緒に。ミサーがインスタにね載せてます写真。まだあの日いっぱい写真撮ったので載せますねちょっと載せたい写真がありすぎて、私もうなんかもう選ぶ、まだ選べてないみたいな。高尾さんの写真もいっぱい撮ったので、もうちょっとずつ時効が来る前に載せたいと思います。イエーイ。あ、ロープウェイで登りました。ガンガンロープウェイ乗った全然歩いてない。でもさ、ロープウェイ登ってロープウェイ使っても、それでもあ結構歩くんだって、いやな、山登り舐めてる人の発言ですけど、初山登りでした。ガンガン使ったよロープウェイ。登るの、いや大変ではない、全然。いや分かんない、どうだろう、普通に坂、いい運動って感じ。すごく景色が綺麗でした、頂上から。なんかリフトとかもあって、リフト乗りたいかったけど2人ずつしか乗れなくて諦めました。リフトを乗りたいな次は。うん、でもとっても楽しかった。いっぱい食べました、いろいろ。なんかいろいろ売っててさ、団子とか、あとそれこそミスさんのインスタに載せてたそば食べました。あと何食べたか、なんかめっちゃ食べた気がするんだけど、あ、団子ね2回食べたの。なんとか団子となんとか団子食べたなんか2種類食べました。あとせんべいとか、いっぱい美味しそうなのものが売っててね、ちょこちょこ登りながら食べながらって感じでした。富士山登りたいですね。富士山って登れるもんなの？富士山水色白のイメージしかなさすぎて富士山登るっていう概念が全くないんだけど、すごい。何、富士山ね登ってみたいです。そう、紅葉の季節でちょうどとっても綺麗でした。すごく素敵だった。なんか自然に触れるっていいなと思いました。すごく癒されて、空気が美味しくて、また行きたいと思いました。一人でも行けそう、もう一度行ったから。山登り初でした。楽しかった。前髪伸びたな、切ろうかな。
不意に。いやそうでもない、ちょっと切るか。この微妙な長さが分かんない、切るか切らん、切らないか悩む。そう、団子いっぱい食べました。団子団子、何団子だった、そば団子美味しかった。そば団子、サボ団子、こんばんは。そう、お話し会行きます。やったー、お話し会待ってます。お話し会待ってます。12月12日だっけ12日だっけ、あの最強ベース鎌倉であるイベントはさっきツイートしたけど、今出演します。イエーイ。8メンバー8人か出ます。多分12月12日だよね、あれ12日だと思います。待ってます。嬉しい。12月も、今年の12月もお忙しですよ皆さん。まだまだ今年は終わらないです。あ、そう、お話し会の次の日、じゃあ10、11がお話し会あって12がイベントってことね、そういうことです。休みないですよ皆さん休みないっすよ。楽しんでいきましょう。12月もまだ11月だけど、でももう11月もう中旬ですよ。早いもので、あと半分くらい。半分もないくらいだよね。ね。あと 1.5 ヶ月。早すぎ。25日オンライン話会申し込みました。嬉しいですね。クリスマス、いいクリスマスにしましょう素敵なクリスマスにしましょう。あ、12日ですね、5時から鎌倉でお待ちしてます。鎌倉、鎌倉です、お待ちしてます。イエーイ。嬉しい。眠。昨日割と早く寝たんですけど、眠。いつも眠いって。最近この
6時くらいからすんごい眠くなる。なんか眠気が襲ってきます。来年のカレンダー買ってないです。買いましたか？早くね。カレンダーでも部屋に置かないタイプですよね。めくってめくってカレンダーとか いつも言いながら、カレンダー部屋に置いてないんですよね私。買いました。早い早いね。幼いなんかやっぱ前髪作ると幼くなるみたいです。イエーイ。ストレートバツンでストレートだからかな、幼く見えるのか。そうカレンダーないんですよ。カレンダー買おうかな。絶対存在に忘れますそのうち。なんか年賀状とかもさ、どんどんなんかお店とか出てきてさ、うわなんか近づいてきたなって思います。年越しって私もうすぐ終わるんだなって感じますよね。イエーイ。イエーイ。うん、あ途中経過の歌詞それな。カレンダーそう、それ MC で話しましたこの前、ついこの間、カレンダーめくるだけでっていう歌詞がねあって。私そこ歌ってないんだけど、この前サムネイル公演でみんながあってなって、私の方をこうやって指さしてさ、そういう話をしました。私はずっと密かに、おーカレンダーっていう歌詞あるやんって思ってた。イエーイ。イエーイ。みんなご飯食べました？夜ご飯。ね、金曜日最高だね。金曜日の夜最高だね。二人代わってもらう？やばすぎる。いつもノリノリで踊ってますあそこは。カレンダーって聞きながら、うん、なんかすごい素敵ですよね。いいキャッチフレーズだよね。今に、うん、あの時当時初期の頃は本当に嫌だったんですよ。いや、あの本当に何だろう、苦手でキャッチフレーズやるのが、毎回やるのが嫌だなと思ってたんですけど、せっかくももちゃんが作ってくれたやつ、すごい慣れてないからさ、
いやこういうのやるのかみたいな思いながらやってたんですよ。だけどとってもねいいですよね。すごくみんな楽しく、みんないい好きですってすごい言ってくれるから、このキャッチフレーズ、うん、今ではノリノリです。もうこのキャッチフレーズは一生変えないと思う。わかんないけど素敵な、とってもいいですよね。うん、お見送りの時とか皆さんこうやってやってくれて、嬉しいです。すごいな、8時まで配信やります。8時に配信終わります。うん、なんか私今日は鼻息荒くないですか？意識しすぎ、気にしすぎかな。めっちゃストレッチだよね今日、超綺麗。えでもなんやっぱ髪さ伸びるとさ癖とかつきにくくなるのかな、まあ、今でも割とあるけどそれなりに綺麗。アイロンしてないけど今日。部屋暗いんか、そういうこともないと思うけど、この照明の力がすごいね、綺麗。ねえ伸びたよね毎回髪伸びましたねって言ってる私、配信のたびに。すごい伸びました、嬉しい。来年の1月までは美容室行かない予定なんでまだ伸びます。成人式ちょっと終わるまで美容室行かないって決めたので、まだもうちょっと伸びます。山登って筋肉痛なんなかったです、全くなんなかった。きつかったけどね、階段なんかさ、階段めっちゃきつい、階段きつかったらはぁはぁってなりながら、筋肉痛はなんなかった。うん、もう美容室に行ったら絶対にダメなのでダメなので1月まで行かないと決めました。振り袖決まってる、もちろんもう2年前くらいに決めました
2年前くらい、うん、3年前いつ決めたっけ。高校2年生か3年生くらいの時に決めたんですよ。ほんと昔すごい昔決まってます、うん、楽しみ、成人式楽しみ、もう成人式、うん、楽しみ楽しみ、振り袖着れてお友達に会えるってだけで嬉しいです。ったら切ります。成人式終わったらバッサリ切ります。どの程度か分かんないけどね。いっぱいあるんですよ。めっちゃもうベリーショートくらいもうすごい憧れあるから切りたいし、去年っていうか前してたボブ、去年バッサリ切った時くらいのボブにもしたいし、ウルフもしてみたいし、ちょっとやってみたい髪型がありすぎてまだ決まってないけど、バッサリ切る予定です。わかんない、すごいここまで伸ばしたからちょっと一時切らなくていいかなっていう、逆になっちゃうかもしれないし、でも長いとやっぱりねアレンジがいっぱいできるっていうのはあるんですけど、だけどね短いボブのね、ボブが好きなんですよ私、自分の髪型で。わかんないです、ここまでさ伸ばしたからさ1年くらいさ1年くらい美容室行かずに伸ばしたらさ切るのもったいないってなるかもしれないけど、逆にありえる。でも私飽き性だからもう飽きたって言って切っちゃうかもしれないし、とりあえず成人式のために伸ばしてるから感じですね。なんですね。でもボブいやでもウルフもやってみたいし、でもボブの自分が一番好きだからボブにするかもしれない。でも短いとやっぱアレンジができないから、髪型のアレンジ、それだけですね。なんていうか楽だし好きなんだけどアレンジができない。今こんだけ伸ばすとやっぱもう本当にアレンジの幅が超増えたんですよ。本当に何でもできる。お団子2つもできちゃうんですかみたいな何でもできちゃうんですよ。だからねそれはやっぱ全然違いますね。髪型のアレンジの幅はすごい増える。こんなこともできちゃうのみたいな感動的。長いのやっぱいいですね。だから長いから別に長いと大変とは思わないんですけど、短いと楽だけど長いから大変とはなんなくって、いいんですけどね。でも短い方が好きっていうのは勝っちゃうみたいな。来年の話は前髪なし。私絶対前髪ありの方が良くないですか。前髪なしの方が好き。今のアーシャ本当に漏れてないんですよ本当に漏れてない。なんて漏れてない写真なんだと。でもあの時は髪型もなんかイマイチだったし、多分太ってたし、ちょっと本当に良くないですあれはね。あれマジで漏れてない。ビジュアル目です。早く撮り直してほしい早く新しいのに変えてほしいです。あれいつ撮っけな。
やまあねあれもあれで素敵ですけど本当にいい写真すごくねめっちゃいい、あのいいですけどね、うん、あの時はそうだね早く撮り直したいですあの時よりは今ビジュいいと思うからちょっと早く新しいの見てほしい。いやあのあそこの期間がピンポイントいやあの写真が本当に漏れてないんですよね。なんでいやいろいろいや別にいや写真は何ですかね素敵なんですけど髪型とか多分太ってたとかがいろいろ重なってあれでした。いや別にあれも撮っても素敵な写真なんですけどすごいいい写真いいよね可愛いよねあれも短あんだけ短い写真のアーシャって初だからねとっても素敵な写真だけどあの時その写真を見るたびにあ絶対今の自分の方が可愛いやんって思うから早く新しく撮り直したいなって思います。うんそういうこと絶対この時より今の方えそれそうそうそうあの写真も好きですけどいや太ってたんですよねあの時本当にそれが全てあと髪型なんかねうんいや可愛い髪型だけど太ってたのが悪いそれが全部悪いです。うん。そうだね。今撮りたい。いいよね。イエイイエイなんでこの話だったんだあでも前髪ね悩みますね今は前髪ある方がさしっくりくるからさ落ち着くもう落ち着いちゃう前髪あるのになれるとあ落ち着くってなります前髪にめっちゃこだわりあるとかタイプでもないけど超踊ったらくしゃくしゃなにしちゃうタイプだけど、うん、分かんないまた夏が近づいて湿気で前髪やられるからって言って伸ばし始めるかもしれないでも意外と前髪なしそうねどっちもいいですよねどっちもいいですよね今日もすっごい髪型の話してる今日も髪型の話してるけど今の私は前髪ある方が漏れる超自分個人的に分かんないけどそういう気がするなんとなくそう夏梅雨の時期とか近づくと前髪やっぱ特に癖が前髪すごいんですよ私髪の毛の癖すごいから前髪とかもうビャンビャンみたいになっちゃうかななっちゃうからこんな冬でも癖すごいくらいなんで夏になったらもう大変なことになっちゃってそうだからねもうめんどくさいってなってまた伸ばし始めるかもしれない今年の夏はそれでしたもう湿気にやられて前髪の癖がやばいからって言って伸ばしてたけどメンバーとかメイクさんとかにはね前髪私が似合う、まあうん、似
酔うって言われるんだけど。どっちもいいね。気分によって変えようと思います。イエイ。ねえ、静電気やばいよね。私静電気本当にすごい人間なんですよ。もうどこ行ってもバチ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 。今とかさ、ニット着てるからさ、ずっと髪の毛触っててもめっちゃ静電気やばってなってたところが、ちょうど私ほんと小さい頃から静電気すごい人間すぎて、めっちゃ人に迷惑かけちゃう。バチバチみたいな、どこ触ってもバチバチ。本当に乾燥ね、乾燥させないことが大事ですね。本当にね、え、静電気ね。もう42分。鼻息すごい。握手会でバチってなったことある？どうだろう、ありそう。全然覚えてないけど。ありそうだよね。ありそうです。あるか覚えてないな。もし今後ね、握手会でバチってなることがあったら本当に申し訳ないです。すいません、その時は、すごい照明の色を変えれる。今不意に思ったわ、超久しぶりにこの照明使ったからさ、オレンジなんか両方みたいな。すごい青いね。白白照明、これが一番いい。すごい久しぶりに使いました。これいつぶりに出したかな。ほんとね、ごめんねって感じです。今まで眠らせてて、ペンライトじゃない、あ、なんか照明、配信用ライトみたいな照明、丸いやつ、リングライト、リングライト、前配信でずっと使ってたけど最近使って久しぶりに出したらめっちゃいい感じ。漏れる。ね、すごいですよね。リングライト熱くない、熱くないですよ、熱くないですよ、全然何にも感じない。Yeah. みんな元気ですか。元気、みんな元気、みんな元気かい。あ、新しい生地震が、そういえば今急に思い出した。あれ、新しい生地震明日から、あのチェックのやつ、一緒チェック。
前髪がないでしたね。ない私でしたね。動いてる姿見て元気。イエーうわイエー。明日配信できるかな。明日できるかな。わかんないな。忙しいことも、できたらやります。そうだね、明日からお休みの方多いよね。糖水かんない。それは元気だ。それは元気ですね。前髪なしです。髪がない。髪がないです。じゃあ今からスクショタイムします。ちょっと判明とかの写真はちゃんと消しておいてもらって、バッチリ決めてるのだけ残しておいてください。なんかさっきからさ、ここの右人差し指の第一関節がすっごい痛くって、何ですかこれは。何ですかね。めっちゃここだけ痛いんですよ。俺ではないか。多分ひび入ってると思う。なんですかね。この第一関節だけすごい痛いんですよ。ここだけピンポイント。何？めっちゃさ、ひびとか入ってたら腫れますよね。なんかそう。あ、こうしてたら痛くないの？こうしたら痛い。ここにお医者さんはいますか？こうしたら痛くないの？こうやってさ、伸ばしたら、めっちゃ痛いんだけど。なんで？なんかおか、ずれてる。なんですかね？こうやって生活し、でもさ、こうやって生活、めっちゃ痛いんだけど。骨がさ、第一関節だけ痛い。成長期ここ伸びてる今。やば。そうかもしれん。ちょっと指が伸びてるかもしれない。なんですかね。まあそれだけです。じゃあこのポーズで第一関節痛いよポーズです。じゃーん、痛いです。寝たら治ったらいいな。今日はちょっと軽くですけどメイクしてるから。
イエーイ。ピースしかしない本当に。イベントをどんな髪型にしようかな。一生ピース。私のほっぺた柔らかいですよ自慢。私のほっぺた柔らかいんですよってよく、でもよく言われる。ほっぺた感動されますよく。ほっぺたが柔らかいって。イエーイ。こうしたらリクボできる超不自然な笑いしたら やばすぎる。作り物エクボ、もう小学生の頃エクボが欲しすぎて欲しすぎてずっとこうやって押してました。あのパルルさんのエクボが可愛すぎてずっとこうやってました。授業中とかこうやってやってました。こうしたらできるよみたいなさ聞いてさ、これ作ってた。ずっとできなかったけど、そんなわけねないよね。こんなんでエクボができたらいいですよね。全くできなかったずっと押してました。エクボできろーって思った。かわいいよね。なおちゃんそれでできたって言ってました。マジ？できた人いたやんできた人いた。マジか。ちょっとじゃあ信じてやってみようかな。かわいいよね。いくばある人今日の目はいっぱいキラキラをつけました。わかりますか、このキラキラ。すごい。伝わりますかこの見せ方やばい。伝わりますかこのキラキラ。もう照明つけてるからよりわかりやすい。
ね、キラキラしてる。わかるかも。いや、このさライトのけどめっちゃお肌綺麗に見える。すごい。うん、終わるかな。8時になっちゃう。早い。1時間早い。皆さん、金曜日もお疲れ様でした。お疲れ。お疲れんこ。お疲れんこ。じゃあ、ランキングを最後に読んで終わります。13位ひでじろさん、ありがとうございます。12位ひがさん、ありがとうございます。11位トリオエジさん、ありがとうございます。10位まぼろしさん、ありがとうございます。9位バレットプルーフさん、ありがとうございます。8位あきふみさん、ありがとうございます。7位わさっぴさん、ありがとうございます。6位あまつかぜさん、ありがとうございます。5位コタンさん、ありがとうございます。4位ヤンミさん、ありがとうございます。3位関西栄東氏さん、ありがとうございます。2位ももかんさん、ありがとうございます。1位タートシさん、ありがとうございます。イエーイ、ありがとう、ありがとう、ありがとう。おやすみには早いかな、まだ。ありがとう。またね。じゃあね、ありがとうございました、今日も。おやすみなさい。バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。